マジグダ。マジグダファイナル。ファイナル。マジグダ全国ツアーからのファイナルは、ね、ファイナル。ここ宮崎からお届けしておりますけど。東京からね。そう。そう。宮崎ですここ。宮崎。ね、そうです。なんで宮崎にいるかっていう説明はしないです。うん、まあそう。でしょうね。うん、面倒だからね。そう。面倒くさいから。そうそうそう。面倒くさいんで。あのなんか知ってる人は多分知ってますよね。まあ、見るぐらいの人は。ここはここはなんか奥じゃあ何だっけ。奥多摩じゃない方。奥多摩じゃない方のこういう場所です。こういう場所です。奥多摩もこういう感じなんだろう。今もう 川の割とど真ん中でマジグダを取るっていう。そう川にいますね。初じゃないかな。ただこれをね素材をね殺していくよ俺らはね。そうですね。あんま川の話はせず。そうそうそう素材は殺していく方向で。そうですね。行きたいね。今ね大量なトンボがね。そうですね。なんかこうやってたらこう止まるよね。うん来れそうなね、大量のトンボと観光客だね。そうですね。トンボの数が多いと観光客の数が多い。そうそうそう。で、中国の方もいらっしゃるようで。そうですね。うん、爆買いしていただければ。ね、あ、俺らの CD 爆買いしてくんないかな。爆買い中国人、ね。爆買いしてくんないかな、俺らの CD。見せていただいて。ちょっとどんな川にいるのかちょっと見せてもらう。見てもらいましょうか。あ、そうですね。一応ね。一応ね。一応。ロケーションを。うん。滝になっちゃうから。もうちょい下ると。そうそうそう。滝ですから。あれこのまんま俺らがさ調子に乗ってさわーとか言ってゴム棒とかなんかでさ、うん、調子に乗っちゃってね。調子に乗っちゃったらもうあーってなって。インディージョーンズみたいになっちゃうね。ザ。あの空中でもあのパドルコイで一瞬。パドルコイで一瞬浮いて。残しておきます。だから首だけ残してこう首が後からついていくかな。カートゥーン的なね。カートゥーン的なもの。そうなっちゃいますけども、ね、ここ関の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 王だけ。関の王からね。宮崎県と言いつつももうここはほぼほぼ熊本。熊本県に近い。鹿児島にも近い。あ、熊本じゃないか。鹿児島に近い。うん、鹿児島。そう。あのちょっと走るともう鹿児島に一瞬入って、そう。まあ、出てくる。実はね、あのユーパンが宮崎出身というか、うん、宮崎ルーツがある。そう、ルーツがあり、安西は熊本にルーツがあるという。ルーツもある。割と九州に。僕は福岡にルーツがある。あ意外と意外と何？ジャパニービスターと言いつつ九州。を軸に、うん、明太ビスタみたいな明太ビスタ的な感じになっちゃうよね。四国はいないんですかね。四国いればあのとりあえず島は全部制覇。確かに確かにね。四国ね。沖縄がいればね。あとね、そうですよ。意外に九州勢が多い、うん、このジャパニービスタ。ずいぶん南ですよ僕ら。確かにね。日差しがもう高いじゃないですか南で。もう全然違いますよ。まだだって7時で明るいもんね。そうそうそう7時台とかでも。あ今は7時じゃないんですか。今さすがにこの明るさはない7時には。アラスカ台とか、ね、白夜みたいな。白夜みたいになっちゃうから。そうそう、ね、でもちょっと経度どうですか。やっぱりちょっと違う。なんか一応ね時差あるっていう、ね、うん、あそれですね。そうだ、うん、20分とか、うん、あ夜が遅いんですよ。そうそうそう。あそういうことか。そう実は日本時間の中でも、ね、西にも進んでますからね。そうそうそう南にも進んでるけど時差が一応ある。へえ。30分ないし20分ないしぐらいはあるんじゃないかみたいな話ですけど、ね、日没30分ずれたら相当体感的には変わりますよね。変わりますよ、うん、そんなね、ここ宮崎の大自然、はい、満喫するべくね。さっき写真撮ってたもんね。そうですね。あのちょっとあの写真出来上がりが楽しみ、 ですよ ね、 すね。僕もね大自然を満喫するべくねオカリナ持ってきちゃった。こんなロケーションある？オカリナが似合う。似合うでしょ。いやこんなね。いやこんなところでとね。ないよね。例えば俺がねこんなところでちょっとしたなんか装束的なのを羽織り、ね、なんかマライカみたいな、ね、森の中で俺が一人オカリナ吹いてたらあれ妖精出てきたみたいな。
山の神出てきたかなみたいな、ね、感じになるよ。妖精はないですけど、こんなむさくさくかしい妖精。いや、妖精界にもいろいろいるかもしれない。なんていうの、だから武闘派の武闘派の妖精、普通に殴ってくる妖精。そうだろうから、いるかもしれない。山の神降りてきたかなぐらいの感じにはなっちゃいますよ。そんなとこ行かれた。やっぱりな、お似合うここ関の最高のロケーションですね、うん、昨夜はね、バーベキューしてね。そうですね、うん、思いがけず僕ら夏を満喫しておりますよ。すごい、もうね、だいぶ楽しみ、はしゃぎおじさんだ。はしゃぎおじさん。でもね、一番のはしゃぎおじさんはあなただけだ。めっちゃはしゃいでしょ。いやいやいや、もうツイキャスでもうみんな知ってる周知のところですよ、それは。存じのみたいな。こいつはやばいなっていう。こいつやばいな。お前の泥酔ツイキャス。酒が入るとね、ちょっとどうしても弱いからね。いやでも、あの酒豪っていう感じの酔い方じゃなくて、ゲコ、うん、の、うん、頑張りみたいな。ゲコの頑張りツイキャスみたいな。そう、そう、幸せな感じの、幸せだよね、幸せそうな、確かに、男のね、あの酔いざまを、うん、ちょっとさ、強くなったよね、一夜でね、一夜にしてさ、一昨日から比べると、なんか強くなったかも、うんうん、伸びしろ伸びしろ、めったに飲まないからね、うんうん、普段全然飲んでないから、こんな連日飲むなんてないでしょ、ないないない。今日も飲むからね。これ今日も飲むのか。今日も飲むから。だとしたらもう人生初ですよ。3日間連続で。そう。あのホップ、ステップ、ジャンプ、ジャンプの日だから今日。今日はもうね、今日はもうジャンプの日だから。宮崎県に来たあの思いがけず人事の伸びしろが、そう、いろんなところでね、発揮されてる。そう、先ほどもね、まあ皆さんお腹もういっぱいでしょう。そう。先ほどね、人事初めての焼きそばっていうね。そうです、普段料理全くしない。そう、カップラーメンが唯一作れる僕が。そう、まあ同じ麺類だしね。いや、そう、同じ人類だからみたいな。皆兄弟的な。皆兄弟だから、焼きそばとやっぱカップラーメン。いや、すごかったよね、本当に。最初に作った2玉、うん、しょっぱいの。俺、ね、あんなことやるの本当漫画の中だけだと思ってたよ。ちょっと、ね、漫画の中だけだと思ってたもん。いや、あるんです、これは。やばい、ウィクサにあるんです。なんかあの、ズモモモモモモみたいな謎のダークマターを効果音とね、なんか。でもさ、作ったっつってもさ、俺とピタさんでさ、後ろから全部手順をさ。そうでしょうね。あれもう、作ったっていうか、調理実習だから。操り人参ですか。操り人参ですよ。そうです。そんな、ね、伸びしろのある人事ですけどもね。そうで、まあでも2回目はね、2回目はね、うまくいった、ましたね、うん、普通にうまかったです。普通に美味しかった、美味しかった。ペヤングの次ぐらいにうまかったらしいです、ピタさん的には。そう、ペヤング、うん、まあ UFO、 UFO、 一平ちゃん、あー、そうか、一平ちゃん、まあまあそこまではまあまあ、焼き弁、まあ、うん、焼き弁、焼き弁、うん、まあ、焼きそばバゴン、バゴン、うん、で、まあどん兵衛、あ、まあまあ、うん、で、まあ、あとはカップヌードルあたりも全部入ってくるね、その後にね。あ、うん、って感じじゃないかな。そうか。そうね、まだまだね、うん、修行の身ですから。そうそうそう、まだあれだよね、もうランキング圏外で。そうですね、うん、あの甘んじてはいませんから。そうそうそう、自分の味にはランク王国なんかで行った日には、お前の後にたくさん演歌あるよ。演歌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 、俺演歌演歌。そうそう、ジンジン演歌演歌、アニソン演歌演歌、アニソンアニソン演歌演歌。そうですね、総合ランキングするとそうなっちゃうね。そう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 、そんな感じだよね。まあこれからね、まだ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 ね、作り続けていきたいと。楽しんでますよ、我々。そうです。浩平くんは別でね、頑張ってますんでね、今。そうですね、浩平は浩平で、またジャパニーズさんとは別の団体で、我々もまた満喫していきたいと思います。はい。じゃあ今回はこんなところですかね。そうでしょうね。うん。in 宮崎、またやるかもしれないんで、第2回あるかもしれないよね。うん、別のロケーションで。そうですね。うん、どうでしょう。まあ、気持ち次第だよね。うん、気持ちが持っていければ。そうですね、本当に分かりません、これ。うん、やっぱりアスリートってそういうところあるからね。そうですね、気持ちの持ってき方で、うん、そう、やっぱ自分の、まじぶらができる、できないっていう。
そうですね、うん、うん、ここアウェイのアウェイのピットでも、そうそう、うん、アウェイのピットでもあの自分のマジグラができるかできないかっていうのはまあそうですね、そういうところあると思うんで、まあそうですね、そういうところをやっぱあの東京帰ってから一個ずつあの細かくチェックして改善していけたらなとは思ってます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた来週。また。ちょっとあんまどこ？なんか冷蔵庫？料理人。炎の料理人。炎の料理人。ジモ傭兵でございます。ジン傭兵でございます。ジン傭兵。炎の料理人。中華こうねやっぱり。焼きそばは？焼きそばはまんは。もうちょっとないの？あ中にあるよ。あ冷蔵庫ない。何玉作る？三玉いくよ。でも一玉残っちゃうことになる。ちょっと少なくしちゃったな。いいか。二でいいんじゃないですか。また二俺が。じゃあいいよ。うん、じゃあそれでこう。夕食ね。夕食。うん、はい。え足りないでしょ。もう二玉作ったところで。あ安西とさゆうこ。兄ごちそうしたい。ごちそうしたら吸ってるか。それはあいつだ。しょうがねえな。かわいそうだな。だってあいつは食わずに帰るとでしょ。お腹ペコペコで。そんなことある？俺の料理食わずにさ帰れる川崎に。かわいそうじゃない。食えるけどね。